白川橋、白川橋の位置。白川橋周辺空中写真より白川橋は、埼玉県秩父市荒川市六と、同荒川に江川の間で、荒川に架か,かる、埼玉県道210号中津川三部口、停車乗船の道路橋である。荒川最上流に架か,かる県道の橋でもある。元橋は、川口から 137.8km の位置に、 かかり荒川の不可計にかかる橋町115.2メートル、総福院9.0メートル、有効福院8.0メートル、最大島町72.0メートルの鋼上路に、ヒンジソリッドリブアーチ橋である。アーチリブの高さは、基礎より16.0メートルである。また、右岸側は、左岸側に比べ緩慢な地形のため橋脚を立てて、上地式単純桁橋に接続され、 橋爪にかけられたコンクリート橋で秩父鉄道三部口駅の引上げ線がアンダークロスする。主間割は左岸側より11.5メートル、72.0メートル、14.9メートル、16.2メートルである。歩道は2.0メートルで下流側のみに設置されている。橋の高さは川床から橋面まで60メートルである。車道には外向きに1.5%、 歩道には内向きに2%の横断勾配が付けられている。親柱には荒川地区の民族芸能の絵画が描かれ、レトロな外見をした道路照明塔が設置されている。降覧は当地にゆかりのあるシャクナゲの花としだれ桜のデザイン降覧が設置されている。なお、道路照明塔は春工当時のものではなく後年、交換されたものである。 橋の北詰めはすぐ国道140号の交差点に至る。奥秩父の交通の要所で、西部観光バスの中津川線、及び三福地線、三宝神社線の経路であるほか、小賀の町営バスの日向大や三福地線の走行経路に指定されている。左岸寄りのバス停は、白川京バス停がもより、橋の名前は、白川村にかけられたことにちなむ。 旧白川橋橋が架けられる以前はすぐ下流側の谷が開けた場所にある土地の木坂の渡しと呼ばれる荒川最上流の都線上か上流側の井の花の場所に架けられていた幅6尺の板張りの木製吊り橋を渡っていた土地の木坂の渡しは都線2層を有する施設の都線上で三方方面へ行き来するためには必ずここを通る必要があった土地の木坂とは 白区川より、都線場へと続く坂道で、八幡坂とは、三重川側の都線場への坂道のことである。この都線場は1929年に白川橋が開通したことにより廃止された。都線場への道は現存する。白川橋は、下流側の平和橋とともに、白川村への秩父鉄道秩父本線の誘致活動の一環として、1929年11月に、 現在の橋の150メートル下流側の荒川の両岸が狭まっている位置に構成の吊り橋として架けられていた。橋長127メートル、福音4メートル。メインケーブルは直径42ミリメートルのワイヤーロープを使用している。橋の主塔は両岸の段球崖上に設けられたコンクリート製の基礎の上に設てられ、鉄骨で組まれた。 鋭角な四角水状の形状でトラス構造を持ち、強章は木製の板敷きである。桁は鋼穂、強しトラス構造で桁の両側に台風お及び台風施柵,柵と呼ばれる桁の横変異とよじれを抑制するための高ケーブルが設けられている。吊り橋は短形管の橋で有川側形管は有していない。主形管のアプローチとなる。 コンクリート系タバの側景観が両岸にある。橋の塗色は白色に塗られていて、女性的な景観美を持ち、橋そのものも観光資源であった。重量制限はロットンで、歩行者や自転車の他自動車の通行も可能であった。なお、バスは橋の負荷軽減のため、渡る際は乗客は一旦バスから降りて、徒歩で橋を渡らなければならなかった。この橋の開通で、 秩父鉄道の開通と相まって大滝村や両上村から白区地区を通るバスや貨物自動車などの通行が増加した。橋は秩父鉄道が所有したが、後に両岸の道路が県道になったためこの橋も県に管され県管理の橋になった。竣工当時は白川村にかかる橋であったが1943年2月11日の合併により所在地が 荒川村となった。1957年8月1日、連日の国書で橋桁が伸び気味だったところに10時半ごろ、鉱石を満載したトラック2台が橋を通過したことにより、その重さがきっかけで片側の保強し桁が曲がってしまう事故が発生した。この事故を受けて重量制限6トンだったところを4トンに引き下げられた。厚さで曲がった桁この橋は、交換や、 陳情の修理など8回にわたる修繕を行いつつ、30年余りに、わたり、村民の生活のほか、村の産業や観光に、重要な役割を果たしてきたが、橋の老朽化の多モータリゼーションの進展に伴い、時代にそぐわないものとなり、1963年の新橋の開通後、役目を終え廃止された、休憩存続問題休憩は、 白い吊り橋と呼ばれ今まで多くの人々に愛され、親しまれていた。また、秩父の観光資源でもあったことから新橋開通後も、存続が検討された。秩父土木事務所は、新橋の建設が進捗し、急遽の解体について1964年3月解体予定で、関係者と検討している中、新橋完成の1年ほど前である1962年頃より、 秩父市及び荒川村は、急遽の払い下げを競り願いした。秩父市及び荒川村は、急遽を払い下げて下流に、移設の上で再活用する計画を立て、荒川村は、現在の平和教の場所、秩父市は、下影森から船を結ぶ、通学教として計画し、ぜひ地元へという村民の熱意により、荒川村の案に決まりかけていた。ところが、秩父氏は、 農面道路を建設する計画にあたり、ネックとなっていた橋梁の建設にかかる費用は、国からの援助金が降りることになり、農面道路の建設を優先することを決定したため、七部市は、急遽の移設計画を撤回してしまい、荒川村も、財政上の問題から、払い下げや、移設作業に必要な解体費用を捻出できず、移設計画は宙に浮くことになり、 何もできないまま長い間風雨にさらされ荒れるがまま放置されてきた。しかし、対岸の地元通勤通学者にとっては、新橋は下境市の関係から駅から遠回りになり、急遽の方が近道になるため、急遽廃止後も徒歩利用され続けた。橋の管理者であった秩父土木事務所は橋を通行禁止にする措置を取り、橋詰めにその胸の立て手が立てられたが、 それでも危険を承知の渡し橋が後を絶たなかった。このままでは渡し橋者が危険にさらされ、いつ転落事故が起こるかわからないため、ついに、秩父土木事務所は1970年3月25日より、橋の解体撤去作業に着手され、首都の土台やコンクリート桁橋などを残して撤去され、姿を消した。現在現在は、以降として、 コンクリート製の主塔の基礎及びコンクリート製の側景観が両岸に残されているほか、右岸側のアンカレージが三部口駅構内の引上げ線脇に残されている。また、取付道路が秩父鉄道の引上げ線と交差する箇所に設けられた踏切と共に残されている。埼玉県が推進する水辺空間とこどん活用プロジェクトにより2019年3月18日に 急憩周辺の深い渓谷を活用したアクティビティ施設、秩父ジオグラビティパークがオープンした。急憩の移行も同施設の吊り橋、キャニオンウォークに再利用されている。白川橋の渡り染め交通量の増大と通行車両の大型化などに対処するため、急憩の約150メートル上流側の位置に1961年7月着工され2カ年継続事業として、 総工費5587万円を投じて、高アーチ橋の永久橋として架けられ、1963年3月、竣工し、旧橋より付け替えられた。これが、現在の白川橋である。橋の志向は、上部橋は、宮地鉄工所下部校は、大滝村磯田建設が担当し、仮設工法として、ケーブルエレクション工法が用いられた。また、橋の建設に合わせて、 延長225メートルの取り付け道路も整備された。竣工当初は総福院6.6メートル、有効福院6.0メートルの橋で、歩道は設置されていなかった。昇板は有効厚さ160ミリメートルの RC 昇板が使用されていた。橋の塗色は、旧峡と同様に白色に塗装された。車道には2%の横断勾配が付けられていた。 橋の開通式は1963年5月15日11時より、橋の南詰めにて挙行され、式典の後に新館を先頭に三世代家族による渡り詰めが行われた。この橋の開通により、路線バスは応急処置的に武州中川駅前を発着場所に変更していたが、今まで通り三福駅前に直接乗り入れるようになった。この路線バスは大滝村や、 両上村への足となっていた。竣工当時は荒川村に架かる橋であったが、2005年4月1日の合併により、秩父市の橋となった。拡幅工事竣工当時の白川橋現在の白川橋橋の回数から30年が経過し、交通量の増加や通行車両の大型化に伴い、RC 商板に亀裂が入る損傷が目立つようになったため、県は、 小判の修繕をすることを決め、その修繕を契機に、かねてより地域住民からの要望であった歩道の新設を検討した結果、小判の交換を兼ねて橋を拡幅整備して、歩道を新設することとなった。歩道の設置については片側もしくは両側設置とした、場合やその福音など5つのプランを検討し、歩道追加により車道中新線のずれに伴う、 橋に与える応力の変化を評価したところ、歩道復員が適度にあり橋の応力超過が、許容範囲内であった現行の川下側に、幅2メートルの歩道を新設するものになった。拡幅工事は1991年9月30日、着工された。事業主体は、埼玉県秩父土木事務所で施行は、三井造船が担当した。交渉版の勝家重は、 大型車の通行を考慮し一等橋並みの t-20 とした。周囲は強硬なため、100メートルほど離れた場所に機材ヤードを設けた。工事の特徴として、橋はバス路線であり、周辺にその迂回路がないことから橋を全面通行止めにはできず、交通供用しながらの施行となるため、昼間は1車線分の通行路を呼び歩行者、 通行帯を確保して信号機による片側交互通行を行い、夜間に全面通行止めにして工事が行われた。指向は、橋面を46ブロックに区切る分割指向とし、橋の右岸寄りにあるゲルバーヒンジがあるブロックを起点として、そこから前後するように両岸に向けてブロック指向を行い、復興版の撤去、RC 商版の撤去を呼び切り、シュゲタフランジ部の懸念作業、 交渉板の設置、復興板の再設置、などを1ブロック1サイクルとして、一夜のうちに行い、それをブロック数分繰り返した。試行時は、荷重の変化に伴う橋のたわみや変形に配慮された。交渉板は、デッキプレート厚12ミリの車道張り出し部、車道中、真鍋、歩道部で、それぞれ設計が異なるものを使用し、 シュゲタフランジの間に高さ調整用のフィラープレートを介して高力ボルトで取り付けられた。微妙な高さ調整はアスファルト舗装で行われた。なお舗装圧は車道 80mm、歩道 50mm である。自腹及び縁石は軽量化に配慮され構成のものが使用された。降欄は美観に配慮され、中鉄製でデザイン付きのものに交換された。 1992年3月20日拡幅工事は完了した。工事着手から完了するまでの間、無事コム災害を達成している。現在白川橋の耐震補強工事が2021年度をめどに実施されている。工事の完了後は、橋にアクティビティ施設、秩父ジオグラビティパークのバンジージャンプ台が整備される予定である。その高さは常設開催サイトとして、 竜神大釣橋に次ぐ国内二番目の高さとなる予定である。白川橋より下流側を望む。橋は秩父盆地の外れの断層地帯に位置し、この付近を境に下流側は約1500万年前の地層を有した河団球域で上流側は秩父帯と呼ばれる約2億年前の固い地層を有した秩父山地の山間部の深い部位置国の渓谷となっている。 この橋より上流側の集落は山の中原や谷沿いの狭い傾斜地に立地する。川原は川床の砂礫が減少し基の岩石が目立つアーマー化現象が見られる。周囲は秩父玉街国立公園の普通地域と呼ばれる区域が近い。土船上のあった付近の河原で新名社川瀬祭りの祭典が行われる。また昭和30年代までどんどん焼きに似た。 天狗祭りと呼ばれた祭事が、付近の河原で行われ、藁でできた、数基の天狗小屋が立つ光景が橋より見られた。かつて橋の右岸上流側に、秩父鉱山の鉱石の出火駅があり、その付帯施設である作道が存在した。秩父を訪れていた、地質学者のナウマンが、白川橋が架けられているあたりの高台から、円形の武鉱山の情景を眺めて絶賛したという。また、 小説家の高田老ロは、ニエ川塾から望む情景はスイスに似ていると、秩父のりゆに記している。ありがとうございます。